1967年に茨城県利根町布川、布川で起きた強盗殺人事件、布川事件で、44年後に再審無罪が確定した桜井昌司さんが23日午前10時30分、直腸癌のため、水戸市内の病院で死去した、76歳だった、親族が朝日新聞の取材に対し、明らかにした、桜井さんは20歳だった67年、茨城県利根町布川で起きた強盗殺人事件で、2015年に亡くなった杉山隆夫さんと共に起訴され、78年に無期懲役が確定、29年間、獄中にいて、96年に仮釈放された、無実を訴え続け、2度にわたって再審を請求、水戸地裁土浦支部が5年、自白は遺体の状況と矛盾する可能性が高い、などとして再審開始を決定した。東京高裁、最高裁も決定を支持し、10年に再審公判が始まった。水戸地裁土浦支部が11年に無罪判決を出し、水戸地検が控訴を断念したため、無罪が確定した。21年には国家賠償請求訴訟でも勝訴した。桜井さんは19年に直腸癌が判明し、闘病を続けていた。昨年には桜井さんの人生を追ったドキュメンタリー映画、俺の記念日が全国公開された。妻の恵子さんによると、自宅で療養していたが、21日に水戸市内の病院に入院したという、ネットの声。当時は若気の至りで、いけないことをしていたことで、警察に目をつけられて、犯人に仕立てられてしまったけど、とにかく検察や警察が自分たちに都合が良い人を犯人に仕立ててしまい、裁判官も検察の言うことばかり信じて、正しい判断ができていない事実があることを皆さんにも知ってほしいですね。この方とは面識がありまして、癌だということは知りながらも、持ち前の明るさで長生きしてもらえたらと思っていましたけど、ついにこの時が来てしまったと思いながらも、裁判官、検察、警察が誤ったことを言っていることについて追及していた人がいなくなってしまったことも非常に残念に思いますね。この事件の真犯人って結局誰だったんだろうね。結果的に冤罪の人を長い間収監したわけで、何が問題だったのか検証し、再発防止には何をすべきか対策を講じてたんだろうか。多分今この事件が起きれば桜井さんが捕まって無実の罪で収監されることはないのかもしれないし、同じような過ちをしているかもしれない。真犯人を見つけ検挙することの難しさはあるのかもしれないが、冤罪を生まないようにする責任はある。現状、でっち上げや雑な立件、間違った判決でも警察官、検察官、裁判官の誰も責任を取らないため、冤罪が功を立たない。仮に冤罪が晴れても1日あたり 12,500 円しか保証されない。冤罪だった場合は億単位で賠償するようにし、担当の検察官や警察官が一部を支払うようにすべきだろう。そうすれば冤罪抑止にも、なる。映画、俺の記念日、見ました。冤罪という重たいテーマを扱いながら、桜井さんが底抜けに明るいんですよね。29年刑務所に入ったおかげで幸せだった。不幸を嘆いても仕方ない。得たものを良かったと思って生きよう。不運だったけど不幸じゃない。刑務所で模範囚だったこと、冤罪で逮捕された日を記念日と呼び、自ら作詞作曲もすれば歌も歌え、CD 出すほどの歌唱力、ひょうひょうと明るく生きる姿に、コミカルさを覚えるほど、その明るさの中にも、冤罪被害者への家族のような共感、冤罪被害者として全国を飛び回って冤罪再審を支援する姿、警察、検察の横暴を告発する姿には、強い共感力と問題意識を感じました。ただ冤罪を訴える気でなく、冤罪を超えて、どんな状況に置かれていても、周囲のために希望を持って生きることの楽しさ、大切さ、を教えてくれる、素晴らしい方でした。ご冥福、お祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。